どうもボビーアトレザーのボビーです。えー、ボビーアトレザーのアトリエからですね、えー、お届けしております。今日はですね、えー、金曜日ですよね。ということでですね趣味の話ここからね週末にかけて、えー、パーソナルなこととかちょっと最近気になっていることとかそういうことをですね、えー、まあ緩く。 薄口ですけどね、そんな感じで、えー、あの配信していこうかなと思いますんでね、えー、ぜひ、えー、よろしかったらね、時間が許す限り、えー、お付き合いいただければ幸いです、えー。そんな感じでですね、えー、今日はね、3月19日ということでですね、えー、319でミュージックの日、ね、ミュージックの日ですよ。と、ね、それと、 えー、写真機発明の日まあまあカメラっていうんですかね平たく言えば写真機発明の日だそうですまあこれもね、まあ、当時、えー、何年か前にラジオで、えー、聞いてねえーえーまあ、それで、えー、知ったんですけどもね、まあ、そこからあいろいろ,いろいろなことに興味が湧いてきましたけどね今日は何の日なんやろうとかね、うんまあ、こういうふう,うあの配信もしてたら余計にそういうふうな気になったりするんですね。 で、まあ、ミュージックの日ということでね、まあ、音楽もそうですし、カメラもそうですね、えーまあ、パッとカメラで今日、ね、写真発明ということでね、えー、僕はまあ,あのまあ,、まあ、あ使ってたこの、これですね、ロモ。トイカまあある種、トイカメラ。トイカメラって言ったらなんか、チープな感じするけど、これまあまあ、あの値段結構、結構ね、あのし あのトイカメラという割にはまあまあしたんですよ、これ値段がね。うん、<laughs> で、これでですね、えー、家族写真はほぼ僕はこれで、えーえー、撮っておきました。えーまあ、デジカメもちょっと思ったんですけども、ほぼほぼ家族写真はこれですよ。これと、まあ、あとキヤノンのイオスかな。 うん、けどほぼ持ち歩くにはこのサイズのこれですよ。これにいろんなものつけてね、運動会の写真やらいろいろ撮ったけど、ほぼほぼ豆粒ですよ。<laughs> ズームも何もないしね。で、まあ、ドリーミーな写真っていうんですか、あのよく言えば、ね、まあ,あの、俗に言うピンボケ、ねえー、それに悩まされましたけどね、ここにこう、80センチぐらい離れたここで撮るとかね、1.5センチ。 1>, 1 5メーって3メートル無限大えー僕ら時代って割とそういうねカメラ時代そんな感じでしたよね無限大でとり,りあえず撮って景色撮ったりねあの,あのパッとしない写真とかでしたけどねでまあさっきあフィルムで撮ってたからか知りませんけどねあのやっぱりこう。 えそれがピンボケだったとしてもアルバムに挟んでねこうパラパラと見返したりするんでね、えー、何考えてもまあ時は戻りませんしその時の、ね、空気感というかそれをお、ね、撮るには一番良かったかもしれません。で正直言います、えー、このトイカメラよりも映るんですってあるじゃないですかあの富士の。 とかね写るんですの方がもうめちゃめちゃ綺麗にあの精度が高く撮れまうん、ね、<laughs> 写真はあの失敗っていうかねそのねやっぱりこう昔と比べたらあの今あってあの現像がまあまあコ,コスパがねあのよろしくないんでね、えー、だん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 デジカメの方に。 シフトはしていきましたけどもね、まあ、やっぱりその家族写真っていうのはあ僕はあうちはっていうかああのこれでお、ね、ほぼほぼ撮影して、えー、あるとねいます、えー、まあそういうぼんやりとした思い出みたいな感じで夢の,ような夢の中のような写真が多いですけどねそれと途中からですねやっぱ僕は高校生の頃から えーえー、ちょっと使い出して中学高校生ぐらいかなこのオリンパスの XA これ初代なんですけどねこれはですね、えー、あのロモと比べたらこれと比べたらもうめちゃくちゃいい写真が撮れますね何とも言えんあのちゃんとしたピントも自,分自動じゃなしにこれ自分でこう合わせていくんですけどねここを持ってね ここのファインダーの中がこう二重像になっててこれがピタッと買う時があピンとか置いてるんやなと思ってで取るわけですよえ音でしょこのこの感じがねこんな感じでこれはねえー、あのこのロモをね使い出してからやっぱりあの実家にそういえばあ,のあったなと思ってねあの親父があこう 保管庫みたいなあのガラスえー、っとほらこうカメラとかああいう機材を入れてる中にこれがポンとこれだけねやっぱり残ってたんでね多分あの気に入ってたんでしょで兄貴も使ったりしてたんでねで僕はそれをですね、えー、今またこうね最近はご沙汰ですけどもねまたこれ使いたいなと思いますねっていうかこれのデジカメがねこれともうこの。 どんずばののが出たらかっここいいのな思いな思ますけどねこれプラスチックなんやけどおなんかこう重みがあるっていうかそのごみがあるというか風格があるというかね、うん、これもねあのこう <laughs> もうあの全自動じゃないんでね全自動みたいになってないからかえってあの息が長いん、えー、でしょうねこう今でもこうあの電池さえ入れたら使えますからね。あのこうメ,メカは 全部手動ですよもうこれでねもうロモと一緒ですわもうこう引っ張ってねこうパカッと開けてねこうフィルム充電してそれもあのこうやってパカッと入れたらこの何ていうんですかねこう入れてギリギリっと回してねこうねで押してピント合わしてでまあこうあのフィルムを入れたらこの感度のね これええよっとイソカンド400とかねあの200のんとか100とかいろいろ入れてねここでやったりまあ800までいくかなこれ、うん、まあそんな感じでね、えー、これこんなのね使ってたからかもしれないけどあのー、まあ,あ今の手ジカメってなんて、えー、<laughs> 使いやすいやろってねさっきちょっと一癖あるもんばかり使ってますねあのこれもそのおーローを使って だけどやっぱりデジカメもやっぱりいるなと思ってまあそのこう流れがええ感じのその近しい流れというかこの黒ちょっと赤という感じのねこの黒の黒物、ね、家電というじゃないですかカメラねでまあその当時グッドデザイン賞とかもらってたやつでねこのおー GR デジタルですねこっちの方で、えー、これいまだに <laughs> 使ってますこれ。 いまだに普通に、えー、アトリエでも作,作品撮りもそうですし、えー、今もね GR は人気ですよね GR3、ね、これは GR デジタル3なんでねあのひと何世代かもう昔なんですけどねもうネジも取れてますけど映、まあ、るんであのこれでね、えー、見ながらあ撮ってますけどね、うん、ただまあ,あのファインダーがこういうガラスの ね、素通しのもんだけしか、まあ、これもオプションなんであの別で、えー、買ったんですけどねこれこれはこれ,これだけでまあまあ値段ガ <laughs> ラス単なるガラスなんですけどねまあまあするんですよねこれねでまああのー、まあちょっと液晶がつらいっていうことですね、えー、今はねこのお X う富,士このあの富士フィルムですね富士フィルムこれデジカメですよこれは。 フィルムカメラっぽいっていうねあの見られますけどね、うん、そういうところがまたいいんですよねこ,のこういうのを自分でこう触りながら <laughs> 触りながらあの調整してねやっぱこういう風なの、ね、こっちの方がハイテクに見えるけどね、うん、なんかあの流れが往年のカメラっぽいんでね。 うん、オリンパスペンと迷ったんですけどねこっちがちょっと縁があったんでね、えー、そこからもうどっぷり多分生涯、えー、富士ユーザーになるんでしょうね、うん、でこれをこれ今も毎日これ自宅に今は置いてますけどこれ毎日使ってますねこれも、うん、であと作品撮りにとかあとちょっとでお出かけする時に使ってるのがこれですね、えー、これも富士の、えー、ちょっと、ま、前の世代ですけどね XPRO2 っていうね えー、真っ黒毛のね、えー、な何のあれもない富 <laughs> 士フ,フィルムともここ,ここにあるだけでね何にもない、えー、このモノクロ感というかああの普遍的な感じの、まあ、これであの作品よりは大概最近はこれで動画も撮ってますけどね。うん、でまあ、あのー えー、この今撮影している X1 番ねこれ,それこれの方があ世代的には、まあ、こ,れもこれと、まあ、内容はほぼほぼおの中,中,中に入っているものは一緒なんですけどねただあて言うんですか今のカメラっぽい感じがこっちですね、うん、あの一眼レフっぽい感じで、ね、あのカメラっぽいんですねでねでまあ,あ 今日はまあまあ趣味の話ということですね、まああの、これもアーカイブでまたゆっくり、ね、ご覧いただければなと思いますけどもね。えー、で、これ、ね、実家に帰った時に、えー、僕はなんか多分こ,うこの GR で、えー、ちょっと1枚撮ってたんでしょうね。うん、これねタムロンっていう、えー、レンズメーカー。 レンンズブランドかな今ももちろんありますけどそれのねタムロンのレンズが実家に3つありましてねうんでまあ親父があのこれフィルムカメラですけどねフィルムの一眼レフですよでつけてこれを撮って孫をね撮影してたわけですね老後ねでこのねこのタムロンのレンズね これ,こ,れこれがそうなんか分かりませんけど、えー、僕のねいとこがですね、えー、デザインしてるんがあるんですね、えー、僕のいとこがですね、えー ID、インダストリアルデザイナーっていうかね工業デザイナーだったんですねでまあ当時はだから携帯電話のパカパカ携帯あるでしょパカパカ携帯それのねデザインも結構ね ドコモのかな結構やってたんですよね。でとあとあの僕の実家の方にたまたまあるあのこ,うこういうあの電気スタンドかなあのこ,ういうあのこういう電気スタンドあるじゃないですか、まあ、今もアトリエも電気スタンドあるかなあそういう電気スタンドとかのデザインもねしたい、まあ何でもいろいろなものをねあの結構デザインして世の,世の中にあったりするんですね。あの なんていうの、ね、結構 G グッドデザイン賞っていうかな、うん、それもねいろいろもらったりしてましたねあのさっきのタムロンのカメラのレンズね付け替えのレ一眼 f のレンズのデザインもグッドデザインを3つぐらいもらってると思います、うんえー、そのねいとこがまあ51歳で、えー、ね亡くなったんですけどね、えー、僕より10歳以上上やったんですけどね11歳かな。 うん、じゃあむそれぐらいかな、うん、でまあい,いとこにいろいろねえ教え影響を今思ったら受けてるなあと思ったりしましたねあのー、えっ、ー、とね、えー、まあプラモデルが好きだったもんそうですし、まあ、兄貴の影響も兄貴の影響があいとこの影響もあってね うん、であの音楽とかでね僕が高校生ぐらいの時にこうギターを,を,を,を弾き始めてですね正月とかあいとこか帰ってきたらですね、えー、当時117クーペですよあのジ由自由アロの5つのねジ由自由アロデザインの。でやっぱそれがかっこいいな思ってねやっぱこう都会の人は都会に住んでたらやっぱ違うなと思ってね。<laughs> えー思ってまあ、当時ギタ正月とかねギター,あー担いでいとこの家,、ねまあ、家近所なんでね行って、えー、ギターをこう弾くわけですよ。でやっぱこういとこ,もこうね吉田拓郎ファンでね世代的には多分吉田拓郎 <laughs> とファンで僕は当時は長渕としたんですよね。でこうチャギアンダスカとかあ、ね、あのこう松山千春とかギターを弾くわけですよ。で えー、いとこはですね、えー、吉田拓郎の曲をです、ね、歌うわけですねたまに井上陽水を挟ん,んだりね <laughs>、えー、まあそういう感じで、えー、僕もレコードをね、えー、井上陽水のベスト版とかね聴、えー、いたりしてましたけどね当時は「グッド・ペイズ」かな、うん、それと「あのー、氷の世界」とかね、うん、でえー、っとまあ でまあ、そのカメラのこととかもそうですし絵、まあのことかなとか、うん、よくデッサンのこととかねいろいろ、まあ、相談に乗ってもらいましたね。うん あのー、僕が大阪芸大に進もうかなと思ったんもいとこが当時行ってたんですね、まあ、いとこはその、えー、中退しちゃったらしいんですね後で聞いたらね、うん、中退してデザインの学校に行ってそこでまあおし当時教えてたんかなほだけど人生一回しかないから言うんで声かけられて東京に行ったとやっぱり大阪で俺るよりもやっぱり東京やでって言って東京行ったらしいですね、まあ、そこからでいろいろやっててでもそういうデザインをし こととやったりかかしててえなんかニューヨークの方ねなんか賞もらったりとかしてニューヨークの方行ったりとかあいろんなものをね当時デザインし,してたみたいでねで僕もすごいえ覚えてるのがですね当時高校生の頃にですね聞いた話がだからもう当時はまだ,まだパソコンとかもそんなないしインターネットなんか全然ないでしょ でまだ夢の話の話ような感じですけどね、うん、まるで僕らが自動運転の車がとかがね今とかできるとかその話してるでしょなんか、うん、チューブの中をこうね,こう,あのねこうふーっと浮いてこうね車が進むような映画であったりするじゃないですか,なんかそういうふうな夢物語のような感じの話を かなと思って当時聞いたんですけどねそのもう,もう僕がまだ1617ですよの頃ね井戸子が言ってたのが将来的にはですね、えー、今はこう東京とかそういうとこで、えー、仕事を集まってるけど、えー、いつかあもう、まあ、僕ノルって言われてたんですけどね稔がもう大人になったぐらいの時は多分う小豆島にいてでも 時間もかん時差が関係なく仕事ができるようになるよ例えば、えー、ファックスみたいなファ,ファックスも当時はファ,ファックスはできて始めた頃やろうね写真とかがあ送れるようになったりとかあ電話のように、えー、いろんなことができるようになるあのテレビ電話ももう普通になってくるからとかいう話をね、えー、僕が「こう三十 <laughs> 数年前ですかねそういうふうなことをねもうあの もうメイ,あのイメージがもうあるかの映像がそこにあるかのように僕にこう話しかけてくれたんですよね当時は僕は「へえへえ」って言ったんだけど今現在ね今僕はこういうふうに、えー、このアトリエに大阪のアトリエに行いながらあ、ね、はし配信できてるわけでしょそれもお、ね、写真発明の日やあれやけどでこのおし、ね、カメラを使ってね カメラを使ってパソコンっていうのがね当時はまだパソコンもない時代やったからねインターネットってなかったしそういうのも全くない時代からね携帯電話ができるか当時はまだ携帯電話もなかったけどあのこういう普通の,ねあのコイルがついた電話ですよそういう電話とかもね当時あのいとこはデザインとか普通にしてて街中いたら大体いとこはデザインしたのが多かったんで名前は書いてませんけどねデザイナーの名前は <laughs>。 さすがに <laughs> だけどこれ僕のやでとかってよく言ってたから「へえ」っていうようなよくあって多分そういうなんかこう今でいうベンチャーのような感じだったんでしょうね、う。ん あのー、そういう,うなんかこう会うたびに、えー、すごくねワクワクしてましたし僕も大,大学行って大阪出てきて、えー、それで、まああのー、当時はあのミック・ジャガーがね、えー、初来日とか「ローリング・ストーンズ」が初来日の時はいとこの家に電話してね「止めて止めて」言ってね東京行ってそこでバン止まってね。うん でいう青春時代っていうかね二十歳の頃ぐらい二十歳19二十歳、えー、学生時代ですよね、うん、そういう時間を過ごしてましたね、うん、もうなんかね数十年時がたってまあ僕はもうデザイナーというかそういうふうなんではな,くな,い,ないですけども、うん、一応こういうものづくりとかクリエイターの端くれとしてですね、えー、今こうやって、えー、まあ 地道に <laughs> 続けているわけなんですけどもねやっぱりその影響っていうのは多いなと思ったしうちの母もね心配してましたけどねあの僕が51ぐらいになった時からあのあの夜は寝なさいってねあのまああのこういう不節制な仕事じゃないですかデザイナーとかクリエイターの今っていう時がずっとその,その時間なんで、う。ん だからそういう生活じゃないですか昼も,も夜も関係ないし、うん、あの気持ちが乗った時がもうそのまま突っ込んでいくからね、うん、<laughs> だからあうちの母はねあのいいところねケンちゃんっていうんですけどねケンち,ちゃんも思い出すから。あの,あの <laughs> <laughs> 気付けとかねその話をいまだに心配されますけどね <laughs> えまあそんな感じでまああの今日は趣味の話とかいろいろ思い出話とかえまあクリエイターの話まあいとこの話にもつながっていったんですけどもねえそんな感じであのなんていうんですかねえなんかちょっとの発明のことからですねえそれがすごいやっぱりこう。 ポッと出るんじゃなしにこうずすなここグラデーションかけてですね、えー、技術革新と同時に人の気持ちとか思いというのはだんだん形になっていくかなと思ったりしますねうんいろんなことがつながっていくようなあそんな気がしますね僕もおも思いますよあいとこの 思思いながらも思いますし、えー、そこで何かこう人との出会いとか影響とかねそういう影響でなんか趣味が何、ね、かこう広がったりとかあやっぱり誰かの影響とか何かの影響本かもしれませんテレビかもしれませんそういうこういうひょっとしたらこういう配信のことで影響があるんかもしれ影響力あるんかもしれません。 いろんなことを響き合ったり共鳴し合ってですねなんかこう未来が作られているんじゃないかなとそんなような今日はそんな気がします。でまたね週末にかけてですねいろいろねこの3月今日19日です今日3月19日はですねすごい日なんですよ。一流日 とですね、虎の日っていうね、えー、が重なり合った日なんでね今日は今日物事をねいいことを始めるっていうのはいい一万倍日なんでね、えー、なんかこと始めにしたりとか例えば新しい財布を作使い始めるとか、ね、靴を下ろすとか、うん、例えばまあ新しいカメラを、ね、使うとか、ねえー、誰かと新しい本読むとかなんか誰かと出会うとか。 そういうのにすごくいい節目の日かもしれません。ね、えー、なんかそういうことはね、ブログに、えー、まとめてね、書いてますんで、あの、概要欄のとねあの、貼っておきますんで、リンクね。またあの、えー、あのラッキーデーをね、えー、ずらっと入れてますんで、えー、ぜひね、えー、チェックしてみてください。それではね、えー、またいい週末を、素敵な週末をお過ごしください。ボビーでした。また会いましょう。じゃあね、バー。